刑務所の中では、たとえ反社ヤクザといえども、集団で組ごといるわけじゃないんで、1対1なんですよね。まあ、ノムちゃんは1対1なら負けないぞということなわけですよ。強いか弱いかは、喧嘩で決めようやというスタイルなわけですよ。で、結局、ノブちゃんの場合は負けても別に当たり前で、引き分け以上なら勝ちなんですよね。となると、負けるわけにはいかないから、現役の人は引いてっちゃうっていうことですよ。じゃあ、気に入らないからって言って、じゃあシャバでって、おーってなんで行かなあかんで、そんなもんっていうことですよね。じゃあ探してこいやって。まあ、実際私も数十年経ってますけども、もう行き当たることはないわけだから、そんなことはならないんで、現実問題、戦略としてそういうことなんですよね。まあ、実際腕っぷしも強かった。でも二人三人っていう風にならないんで、その喧嘩で二人三人でかかればもう一方的に悪くなるんで、もうそれは事件掃除とかなっちゃうんで、やっぱりそこら辺のことが、あとはもう素手ですからね。刑務所の中でね、拳銃や刃物があるわけじゃないということでね、そういう意味で最強ということですね。ただなかなかこのやりっぱなしって言うんですけど、やりっぱなしのね、やり方もなかなか根性がいるんです。で、結局このノブちゃんなんですが、まあ、官、要するに刑務官からの受けが良かったっていうのは、ここが、その、構造上の、刑務所の施設上の問題点というか、こういうことなんですけども、その短期の、いわゆる再犯刑務所っていう、当時は2年3年、もう本当に1年から3年までのがほとんどなんですよ。だからノブちゃんは6年以上持ってきてたんで、長いんですよね。で、長いっていうことになると、結局、何があるかっていうと、教育の問題です。例えば、簿記を習うとか、英会話をするとか、刑務所の中で、いろんなこの、教育っていうことに力を入れているんです。そうなると、持ち込み残刑が2年以上ないとやれないことが多いんです。2年の人が持ってきて、結局、留置、拘置、裁判まで行くと、もう、判得し、6ヶ月以上かかるんで、そうすると、仮釈のことまで入れても、1年以上のことがない限り、その、カリキュラムは可能じゃないじゃないですか。途中で出所してしまうようなことは、刑務所も、費用と、お金とか、まあ、自分で実費もあるんですけど、そういうことができないんで、そうなると2年以上持ってる人間で、やる気がある人間っていう風になってくるわけですよね。それとお金、教材は自分で買わないといけないんで、となると、1年以上の作業賞与金、今でいう報奨金ですね。それで、積み立てたお金が数万円なければダメだっていうことになるんですよ。それがのぶちゃんはやっぱり長くいるんでクリアしていくわけですよ。そうすると教育課の担当っていうの、刑務所の中で教育課って結構力があるんですよ。処遇部って、それはその生活、いわゆる学校で言ったらですね、ちょっと専門用語で言って分かりにくいんですけど、風紀だとか生活指導の先生が偉いですけど、やっぱり教育のところが偉かったり、あとは保健の先生、要するに医務の先生が強かったりっていうのがあるわけですね。あと栄養士っていうことがあるんで、で、結局、懲罰になっても、懲罰審査会っていう、いわゆる裁判みたいなのが行われるんですね。喧嘩した、不正なことやった、口論っていうところでも、一応形式上裁判みたいなのがあって、そこでやっぱり教育課の担当も意見を言うわけで、例えば簿記なら簿記のやつをカリキュラムが終了して、試験も刑務所から受けて、取れるような状況になるのに、それを剥奪することは忍びないっていうふうに言えば、教育の先生が押せばそうなるし、受講をやっぱり、受けてるんで顔見知りになるわけだから、それが年月が経てばやっぱりみんな知ってくっていうこともあるんですよね。まあそんなことで教育のこともやっていたし、のぶちゃんが不思議だったのは、私ども溶接の仕事をやっている中でシャーリングって言って鉄板を裁断する仕事をやってるんです。それって本来は技術指導をする刑務所の中の技官の先生か業者の人がやってたんですよ。それがのぶちゃんが一人でやってるんですよ。っていうのは、この機械だけでも数千万するんですよ。で、歯だけ買えるにしても何百万なんで、一般受刑者には触らせないっていうことだったんですよ。その歯が欠けたりしたら大変だっていうことで。で、でも、結局、それは、刑務所が空いてる時に、技官の先生が来ないとやれないし、業者の社長さんとかが来ないとやれないんで、それじゃ効率が悪いって誰がやるんだって言って、ノブちゃんがやることになったんですね。で、一人で黙々とやっていた。そこはもう、懲役の人間も触っちゃいけないし、立ち入っちゃいけないっていうことで、なんか不思議な状態なんですよ。で、まあ、そんな荒っぽいような風だけど、前の工場は、要塞、ミシン工場で結構ちゃんとやってたら裁縫ができるぞと。で、全然そんなタイプじゃないんだけど、皆さんね、ちょっとね、想像してみてください。糸、一本の糸が、刑務所で糸って2メーターぐらいのやつを切ったやつを巻いたやつなんて渡してくれないんですね。もう、まとまった束でそれをつなげて縫っていかなきゃいけないんですよ。針糸しようって言ってボタンを縫うにしても服を縫うにしても。で、彼は、それは貸与されるものだから、一本の糸を折って、3本にして太い紐みたいなのを作るわけですよ。でも、これって別に、
裁縫の領域の中なんで違反じゃないんですね。それで服にフック状のものをつけて、かける、検診状でかけるときにそれがあったらパッとかけやすいですよ。かけるとこがないわけですよ。懲役の服っていうのは。無駄なものが一切ついてないんで。で、これいいのっていいから。大丈夫だからって言ってそれを教えてくれて。ただ、それを、ノブちゃんが作ったものを私に渡すのは違反なんですよ。私自身が作って自分でつけるものは大丈夫なんですよ。人にはやっちゃいけないんだから、教えてもらわないといけないですよね。それは不正物品の授受になっちゃうんだよ。で、そうやって、すげえなって、私もいろんな人が見てるけど、そんなことやれる人いないんですよ。結局短いから。それはなぜかって言ったら、長期の刑務所に本当に十何年行った人が短期で来てる時に、その職業訓練かなんかで、指導みたいに、なんかの形で来たんですよ。印刷工場だったか、裁縫かなんかで長期で本当にすごく技術がある人がこっちに来てっていうことがあった時に、そういう人に教えてもらった。そんなとか我々みたいなとか行くことはないし、知り合うこともない。へえ、すごいねって。その刑務所の裏技みたいなのをいっぱい知ってるんですよ。その生活しやすい、ここが限度、こういう風だって。っていうことがあって、そこから抜擢されて、シャーリングの機械を触ることになってるんですよ。で、その時にやっぱりね、こういうことをやってくれるんですね。もう担当に手を挙げて、いや、もうこの鉄板拾ってくれる人間がいないといけないんで、いや、そんなもん落ちっぱなし、いや、切ったやつが熱があるから落ちたりして角度が変わるともう後が困るんだとか、まあいろんな理屈をつけてですね、ちゃんと受け取ってくれる人間を用意してくれて、そうそう、自分鉄板見てるだけですっごい楽なんですよ、これね。それは太郎ちゃんでって、いや、じゃあ他にもいるだろう、いや他のやつだと喧嘩になっちゃうからさって、他のやつだったらぶっ飛ばしちゃうぞ、閉めちゃうぞ、それでもいいのかって担当に言って、じゃあお前太郎行けっつってずーっと拾ってるっていう、で二人でずーっとやってるっていうようなことなんですよ。